はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアーエンブレムイフ白夜王国編では第20章やっていきたいと思います。とりあえず前回そのマスタープルーフを使い忘れてたんで、まずこれを忘れないように最初にやっちゃいましょう。まずモズメちゃん、こいつは忘れてたわけじゃないけど、モズメにマスタープルーフを使わせよう。あと何個ある？ 3 つか。使う。モズメちゃん何になれんの？兵法者大商人。なんて大商人って守備が高えな。白夜の兵種、あらゆる敵との戦いに挑む者、刀薙刀棍棒を自在に操る。めっちゃモズメなんかビクビクしてんな。挙動不審すぎんだろこれ。大商人は優れた商材を持つ商人。和弓と薙刀で己の身と富を守る。どっちがいいんだろうな。これは速さが4上がるな。全体的にいくと兵法者がいいけどな、弓使えるっていうのがでかいからな。刀薙刀棍棒か。魔力が高ければな、さっき手に入れた雷神の薙刀みたいなの使わせてもいいんだけど、これはかなり悩むぞ。大商人にするか。じゃあとりあえず弓を使わせよう。弓がなんだかんだで強いからなこのゲーム。さあ三高よ、我に力を。あいたあいたあいた。目覚めた。よーし、魔力3しかないからな。全然ダメだこいつ。弓が使えるようになった。オッケーオッケー。じゃあ弓を装備させよう。早速何がいいかな。風神弓は匠専用だしな。てか最初だから追いはぎの弓くらいしか使えねえじゃん。まずは追いはぎの弓から。そうだよね、これとか C とか B だしな。うん、追いはぎの弓を。まずはこっからスタートだ、弓は。あともう少しいたの誰だっけな。オロチだ、オロチ。オロチもいける。マスタープルーフ。こっから多分いけるな。よし、何になろうかな。これ何、これバサラ。薙刀と呪いで敵を攪乱する。陰陽師。呪いと、これはあれか、杖か。杖も使えるようになるのか。かなり万能キャラだな。薙刀、力が、あ、でも力7上がる。こっちは？あ、ヒットポイントも5上がるな。これすっげえ上がるな、バサラとか言って。あーでもな、魔力はやっぱり陰陽師の方が高そうだな。こいつはちょっと魔法キャラでいこう。陰陽師にします、オロチは。さあ、マスタープルーフよ、我に力を。サンダカ。うわー、いいねー。移動力も上がるのがいいよな。ということで回復魔法を覚えさせよう。うわ、夏祭りが足んないなこれ。そうするとあれ、これ誰も持ってない。受け取る。秋祭りも装備させとくか。ちょっと余ってるしな。これもちょっと、これとか何？あー、あんまり使ってないな。これちょっと念のために持っとこう。なんかの役に立つかもしれん。てか夏祭り使え、あ、ちょっと待って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 、使えなくね？E のやつしか使えないじゃん。マジかよ。ってことは春しか使えないんだ。ほい。しょうがない。これで、ちょっと最初はあれだな、熟練度を上げないといけないんだ。新しい武器を手に入れたとしても。あと誰かいたっけ？誰もいない。あれ、ヨーコだ、ヨーコ。こいつも、進化させるか。こいつは完全に進化だな。使う。うわ、キュービしかない。キュービの狐。ヨーコよりもさらに優れた能力を持つと。まあこれはもうこいつこれしかないからいいでしょう。さあ雷に打たれて、
新たなるポケモンに進化せよ。イエーイ。なんか何が変わったのかさっぱりわかんないな。尻尾が立派になってる。オッケーって感じかな。とりあえずはもう大体なるやつはなったな。じゃあちょっとマイルームにも行って、アクアがいる。アクアモズメちゃんもいるけど、やっぱここはアクアでしょう。じゃあちょっとアクアのサービスタイムといきますか。どうしたの。確かにな、いきなり家に呼ばれて頭撫で回されて超上がるし、上がるポイントをちょっと探し出さないとな。ここら辺とかどう。おお、上がる上がる、めっちゃ上がる。この髪はお母様と同じ色よ。知らん、そんなもん。どうでもいい、お前の母親などどうでもいい。頭を撫でられるなんて久しぶりだな。前も撫でた気がするんだけどな、こいつ呼んで。ちょっと上がるポイント、あったあったあった、このポイントだ。あなたの髪も素敵ね。髪は褒められてもね、あんまり嬉しくないんだよね。おっとっと、おちょっといきなり不機嫌になっちゃったよ。どこだ。あった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 、まったく気まぐれなんだからこいつは。私あなたのことは嫌いじゃないわ。話したくなったらいつでも呼んで。なんだこのちょっとツンツンした感じは。帰ってきました寂しい、寂しくなって本棚のところに一人うなだれている。よし、じゃあこのまままた物語を進めますか。20章、虹の賢者に八頭の神の新たな力を授けられた一行、再び、なんだこりゃ、天豚の森出口に戻り、王城へ向けて進み始める。だが、途上の砦に罠が待ち受けていた。ほい。そんな罠、この俺の手にかかれば。もうみんな上級職だからな、結構強いっしょ。シャキーン。戻ってこられたね、アンヤ王国に。帰りも一瞬だったね、こんなに早いと。ノートルディア公国に行ったことがまるで夢だったみたいだよ。しかし虹の賢者に会ったことも力を得たことも紛れもない事実だ。これで少しはマークス王子と戦えるようになっているといいのだがな。ではそろそろ出発しよう。虹の賢者様がおっしゃっていたように、アンヤ軍が南に行っているうちに王城の方に向かいたい。そうだな。賢者殿にいただいた地図によると、次の目的地は北にある砦だな。いつ地図をもらったんだ。ではここから北東へ向かおう。兵が手薄な状態とはいえ油断は禁物だ。気をつけてついてこい。偉そうに。あれ、なんか大移動してる。この地理感覚がさっぱりわかんないからな。黒竜砦。なんでさ、兵士が誰もいないの。これすっげえ重要そうな拠点なのに。ザル警備だな、どこも。大きな砦が見えてきたね。あそこを通るの、龍馬兄さん。ああ、この砦を抜けるのが王城までの近道のようだ。へえ、立派だね。なんだか大きな竜みたいだ。さすがミカミックスだな。竜のようだというのは正解だ。実はあの扉は竜そのものでできていて、黒竜砦と呼ばれている。意味がわからん。竜そのものでできてるってどういうこと。黒竜砦。ああ、黒竜とは大昔に死んでしまった竜の名だ。生きていた頃は大きく立派な竜だったそうだが、死んでからはこうして遺骨、これ遺骨を砦として使っていると聞く。見たところアンヤ兵はいないようだな。今のうちに通り抜けてしまおう。いや、なんでいないんだよ、疑えよ。いないことなんてないだろ普通に考えて。誰もいないね。僕ら以外の気配が全くしない。砦って普通こんなほったらかしにされているものなのか。いいや、おかしい。辺境の砦とはいえ普通は見張りの一人や二人はいるはずだ。でもアンヤ兵の隠れているような気配はどこにも。おお、なんだ、閉じ込められたか。なんだ、地震か。危ないぞ、このままでは危険だ。砦が崩れるぞ。みんな急いで外へ出るんだ。
どういうことだ。兄さん、どうしたの龍馬兄さん。変だぞミカミックス、出口がどこにも見当たらん。なんだって。そんなはずは来ると思ってましたよ。この声は。ごきげんよう。ミカミックス王子、またお会いできて光栄です。マクベスこの前は随分お世話になりました。おかげでガロン王様からお叱りを受けてしまいましたよ。だが私の日頃の行いに免じて王は私をお許しくださった。だからまた僕らを殺しに来たの。でも僕たちの前に現れたからには覚悟してもらうよ。今日こそお前を捕まえて考えを改めさせてやる。捕まえるこの私を。それは無理な相談です。なぜなら私はここにはいませんからね。まさか。また幻影を使って。そんな危険な場所に私自ら出向くわけないでしょう。古の地竜黒竜王の体内などに。え、体内。うわ、そんな。壁が。これって生き物の内臓。じゃあ周りの壁は全部竜の胃なのか。僕たちはみんな黒竜王の腹の中にいるのか。ご名答です、ミカミックス王子。ほら、あなた方を溶かそうと強力な酸も落ちてき始めましたよ。どういうこと。これは現実ではないわ。この竜がわがまがしい力によってよみがえらされている。マクフェス、あなた一体その力をどこで。ガロン王様に賜ったのですよ。ほら、どうです、美しい魔法具でしょう。これが王の私への期待の証です。ガロン王の。まあそうよね。こんなことあなたの魔力でできるわけないもの。いちいち失礼な小娘ですね。ですがこれも賛否の句だと思えば可愛いものです。自制の句だった。大丈夫だよ。生き物の体内なら突き破って出ればいいだけの話だ。はあ。力が入らないじゃなくて刀だし。刀が入らない。竜の体内に武器や魔法が通じるとお思いで。ここで何をやっても無駄ですよ。いくらもがいても脱出は不可能です。消化されたら外には出れるかもしれませんが、その頃には生きていないでしょうね。何せいぜい残り少ない命を惜しんでください。これは私からの選別です。何くれんの。おお、ノスフェラトゥー。ノスフェラトゥこいつらに殺されるのが先か、消化されて生き絶えるのが先か。王城からゆっくりと観察させていただきますよ。それではミカミックス王子、失礼いたします。待て、マクベス。く、出口はない。武器も魔法も歯が立たない。一体どうしたら。私の歌でなんとかなるかもしれないわ。奥は。いい。この竜はおそらくある呪いによって無理やり蘇らされている。私の歌でならこの呪いを解いて竜をさっきの砦に戻せるかもしれない。そんな。でもそんなことをすれば君がまた呪いを受けることに。心配しないで。そんなこと大した問題じゃないわ。全員がここで死ぬのと比べたら私一人が苦しむことなんてどうってことない。そうでしょ。奥を。なんていいやつだ、ね、でも一つお願いがあるの。え、お願い。歌を歌う前にノスフェラトゥの数を減らしてほしいの。この歌は強い力を持つ代わりに些細な雑音にも強く影響される。ここでは奴らのうめき声で歌の力を十分に発揮できないから。お願いできるかしら、ミカミックス。わかった。任せてくれ。でも本当に大丈夫なんだね。私を信じて。まあ一応信じるか。信じるよ。君と君の歌の力を。よし、みんな戦闘の用意を。急いでここから脱出するよ。雑魚退治か。ちょっとまた、モズメせっかくだから入れるか。アクアも入れて、オロチ、サイラス、フェリシア。ここら辺はもう変わらずいけるな多分。クリムゾン、タクミで、サイゾウ、ヒナタ、オボロも入れとくか。あとはひなたとおぼろとサイズをちょこちょこ上げていけばいいわけでしょ。椿となヒノカかな、全然上がってねえな。
から下のやつらは2匹もとりあえずキュービーからじゃなくてキュービーになったところか。まあいいや、これでいきましょう。戦闘開始。敵将撃破。これ3、うわー、いきなり減ってるよ。でも回復した。共産の毒沼を床に変える。とりあえず変えとこう。やることないし。龍脈ほい。大体さ、龍の体内のさ酸を床に変えるってどういう仕組みだよ。倒せるところから倒していきたいけど、とりあえず匠がこいつをぶっ倒す。くらえ。またアングルが変わっちゃってる。どうってことないね。多分横のアングルがなんか一番いい気がするんだけど。オロチちゃん、オロチちゃんあっちまで行けんな。くらえ。でクリムゾンでこいつをぶっ倒すと。さあサクサクいくよ。おりゃーノスフェラというごときが。あとはアクアでちょっとこいつを、あれ違う違う、自分をちょっと復活させたかったんだ。下から行かないとダメか。フェリシアもここにくっつけて、モズメ大商人。なんか村人から商人に格上げしたな。追いはぎ。俺がついている。弓の熟練度を上げなくては。おお、いいね。やっぱり弓だな時代は。しかも天魔武者と違って相手の弓兵にも強いし。ああそうだ、フェリシアの武器もな、ちょっと鍛えとけばよかったな。まあそれは次やるか。来た、来た。ああしまった、人はそう。これね、射程1のとこはね攻撃できないんだよ。おお、なんか今一体増えた気がするんだけど。こいつでぶっ倒すか。僕は本気だ。おっと、3の上に。ヤトノカミになったからな、ちょっとヤトノカミの力を試すか。なんかいいや、もう3で。ヤトノカミ食うや。おお、剣の色が変わってる気がする。よし。あとは、ちょっとまたアクアで。たくみ。こいつもいけないか。夕霧で。せいや。まあ、きれい。飛んでた方がいいんじゃないか、3に。3かぶるぞ、お前。あんまり突き進みすぎて、なんか死んでもやだな。オロチ、攻撃でいいねえか。倒せんな。キラークス。なんでこれあの後ろからのあれにも戻ったんだ。この程度かい。ドラゴンマスターがな、なんかいまいち特徴がないんだよね。なんか弓とか使えるわけでもないし。侍龍馬どっちから行くかな。これ狙えんじゃん。狙える。倒しとくか。壁を貫け。ああ、すまない。モズメは下から行くか。あれ、あいつボスじゃん。何気に真ん中にいるやつ。無駄。終わりだよ。ああ、102。異常だ。
クリティカル異常だよなこのゲーム。折れたりしない。おおすげえ。いやマジ強えわ。マスタープルフットに入れた。誰でも無双できんな。雑魚狩りだな完全に。あでもワンス、おおワンサカ湧いてくるな。無限湧きか。痛い。そうするとできればな、こっち進むか。あ宝箱がある。サイズを入れたっけ。入れてなさそう。しまった。宝箱の鍵とか誰か持ってんのかな。おぼろ、できればおぼろで倒したいけど2残るのかよ、こういう時に限って。まあいいや、サイドかけよう。ちょっと待って、こっちにしてサイドをかけた方が安全だな。直し台がありそうです。こちらも。おお。よし、B になった。で、こっちでサイドをかけて。倒します。おしゃれでしょ。よし、レベルアップした。これで19、18かよまだ。守備しかわからない。マジか。モズメちゃんをちょっとこっちの方にやって、弓の熟練度を上げる。はい、いきますわよ。おお、かっこいいなこの弓。強なったかな。いやマジ強いよモズメちゃん。ここなら多分2でいけるな。いやー人もいいね。ほらちょっと、よし、こいつらみんな単独行動でいいんじゃないか。基本的に。もうあれや、片付きましたよ。レベルアップ、魔力上がってくれ。わかった。こいつ幸運値も高いな。めっちゃ幸運なんだな。いいね、おりゃおりゃ。こいつがな微妙なんだよな。特徴のないドラゴンナイト。ああでも必殺が高いのか。32%、 99、 あと1、ハード祭り。サイラスも無理か。あ、サイゾウいた。出してたサイゾウ。だいぶ出遅れてんなサイゾウ。ただこいつどうしよう、下から行くか。8食らうか。これちょっとコツコツ食らうと痛いな。3で食らうかな。反撃は2回行動できないか。レベルアップ。ドラゴンマスターってあと何使えるんだ。大体上級職は2つ使えますからね、この武器が。うわー、めっちゃ復活してくんな。いてててててて、そろそろ回復かけないとまずいかな。鍵、宝箱って鍵ないと無理だよね。あ無理だこれ。再造、うわめんどくさいな。とりあえず再造だな。そうすると、まあこれはちょっとあと雑魚狩りになるから、宝箱回収するまでは飛ばすかな。思い
はい、ようやく全部手に入れましたね。めっちゃ時間かかった。宝箱3つ、とりあえずなんか輸送隊に送れって言ってるからこれでいいよ。もうボスはサクッと出しましょう。こいつボスっすね。誰出そうかな。フェリシア届かない。タックミーで倒すか。一番近くにいるし。絶対倒すわ。さあ、まだここのノスフェラトゥはもう永遠に無限湧きしてきますね。グギャー、まあ、レベル上げにはいい感じかな。マスタープルーフ、いや長い戦いだったな。これで大丈夫だね。いや、いっぱいいたじゃん、まだノスフェラトゥ。アクア頼んだよ。ええ、任せて。いつまで聞いてればいいんだこれは。終わりか。開け扉よ。壁が元に戻っていく。きっと今なら。はあ、よし、これで出られる。行こうアクア、みんな。かわいそうな竜だ。蘇らされてまた死んでいく。人間の勝手だよこれは。どういう状況これ。よかった、なんとか外に出られたね。そうね、黒竜王の体も元の砦に戻っていくわ。ありがとう。アクアの歌のおかげだよ。いいえ、私は少し呪いを解いただけ。完全に元の砦の状態に戻ったのはあなたの攻撃のおかげだわ。腹を突き破られてはあのまま生きていることはできないもの。いや、それでも外に出られたのは君のおかげだよ。体は平気かい？ええ、平気。それよりきっとマクベスは私たちが脱出したことも見ているはずよ。あいつがまたガロン王に言い訳しているうちに先を急ぎましょう。そうだね。うん。ねえアクア。ん、何？やっぱり顔色が悪いみたいだよ。ごめん、さっきの歌のせいで。はあ、気のせいじゃないかしら。歌う時間を短くしてくれたからあれぐらいなら大丈夫よ。だから心配しないで。ま、待ってくれアクア、アクア。おお、だいぶ侵食されている。来ないで、ミカミックス。アクア、うわ、なんだ、だいぶやばいぞ。そんな、体が消えそうになってる。こんなの前よりひどいじゃないか。アクア、しっかりしてくれアクア。ミカミックス、だから来ないでって言ったのに。ねえアクア、君はこの前歌を歌っても少し苦しむだけだから平気だと言ったよね。でも僕にはそう思えないよ。大丈夫よ。ほら、もう元に戻ったでしょ。奥は。でもさっきまで君は消えそうだったじゃないか。本当のことを話してくれアクア。僕のことを本当に仲間だと思っているのならもうこれ以上隠し事はしないでくれ。アクア、私は強大な相手に強大な歌の力を使うほど受ける呪いもまた大きくなるの。呪いが大きくなる。今回の呪いが大きかったのはあの黒竜王が蘇るために使われた力がとても大きかったせいよ。あれを打ち消すために必要な力もその分多く必要だった。でも今回は歌う時間が短かったからあの程度の呪いで済んだわ。そんな、あの程度って。じゃあもしあいつが元に戻るまでアクアが歌い続けてたら。そうね、最悪の場合肉体が戻らないまま消えてしまっていたでしょうね。そうなると永遠に元には戻れない。なんだって。でもこの前は死ぬわけじゃないって。ごめんなさい、私嘘をついたわ。
本当のことを言ったらあなたは心配するでしょうから。当たり前だよ。アクア、もうその力は使わないでくれ。今までその力に何度も助けられてきた。今日だってその歌がなければ僕らは全員倒れてしまっていただろう。でもこれからは歌がなくたって何とかしてみせるから。だから。ありがとう。ミカミックス、あなたはきっとそう言うと思っていた。でもダメなの。前にも言った通り、この歌がなければガロン王は倒せない。この戦争は終わらないの。私は平和な世界のために戦いたい。この力をあなたのために使いたい。きっとそれが私に与えられた使命だと思うから。でも心配しないで。私のことなら大丈夫。全く説得力がないぞこれ。絶対消えてしまったりしないって約束するわ。私ね、夢があるのよ。この戦いが終わったらミカミックスやみんなと平和な世界で暮らす夢が。だから消えたりしないわ。ずっとみんなと一緒。全くもって説得力ないぞお前。私を信じて。その言葉何回聞いたことか。ミカミックス、今度こそ嘘は言ってないわ。歌のこと、呪いのこと、私の夢のこと、みんな本当だから。私は絶対に消えたりはしない。うん、分かったよ、信じるよ、これからもずっと。お前もアホだな。その夢は一緒に叶えよう。僕も絶対に君を消えさせたりなんかしない。約束だよアクア。ええ、約束ねミカミックス。はい、というところで20章が終了して、とりあえずあの歌は何なのっていうところは全く話に触れないですね。じゃあまた次回やっていきたいと思いますので、今回はこれで終了します。